どうもこんにちは、アロハチャンネルです。今日はね、ゴールデンウィークということもあって結構大量におもちゃが発売されましたね。で、今回一旦これだけ今買ってきたんですけれども、他にドラゴンボールの、昨日発売した SH フィギュアとか、あとドラゴンボールのプラモデルのフィギュアライズシリーズとかも購入を、していますので、また後ほどレビューしたいと思います。で、今回はね、とりあえずこれだけで、大注目なのが仮面ライダーパラドクスパーフェクトノックアウトゲーマーレベル99-99ですね。これがもうめちゃくちゃ楽しみにしてたやつ で、あとはこの竜、これもめっちゃかっこいいんですけど、竜ボイジャーと、小熊ボイジャー、大熊ボイジャーですね。で、これがもらえるキャンペーンの大熊9玉ですね。これも嬉しいですね。で、あとはコックピットセットの2ということで、まあ普通の9玉、普通のこのボイジャー買ったら9玉ついてるんですけど、それをもっとリアルにした、まあ、中にね人形が入っていて、よりこうキューレンジャーが中に入っているっていうのが分かるような仕様にしてあるものですねの、2が出ました。で、あとはウルトラマンシリーズが出ていて、今週発売だったのがウルトラマンオーブのエミリウムスラッガーですね。これが今回発売です。で、以前先週ぐらいに確か発売してた、これもウルトラマンオーブのライトニングアタッカー、これめっちゃね個人的に好きなフォームなんですけど、これもあったので、買いました。で、2つだけ買おうと思ったんですけど、まあ、今ねキャンペーンということで、このウルトラマンゼロとかでね今やってますけど、マントがまあ3つ買えば付属するっていうこともあって、この初代のウルトラマンもちょっと買ってきました。こうやって並べるとね、なんか安定感というか安心感がなんかありますよね。で、この付属の、まあ、キャンペーンのマントなんですけど、もうちょっとねせっかくなのでつけてみたいと思うんですが、もう簡単にこうやってはめるだけなんですけど、これだけでねめっちゃかっこよくなりますよね。キング感というか、まあ、王様感が強くなりますし、あの劇中をすごく綺麗に再現することができますよね。はい、で、このおもちゃについては随時ストップモーションと、レビューともうどんどん動画をアップしていきたいと思うんですけれども、もうとりあえずね我慢できないので、この仮面ライダーパラドクスだけ開けてみたいと思います。パラドクスはね本当に、まあ、エグゼイドの中でも何番目、4番目、5番目、6番目のライダーだと思うんですけど、本当に人気高いですよね。これめちゃくちゃかっこいいですね。ちょっと想像以上にかっこいい。でも本当にアロハチャンネルのレビュー見てくださってる人はわかるかもしれないですけど、個人的にこのゴールドってめっちゃ好きなんですけど、今回もすごく綺麗にゴールドが使われていてすごいですね。以前のこのレベル50の時のパズルゲーマーとこのファイターゲーマーの顔ありましたけど、この時もめっちゃかっこいいと思いましたけど、このレベル99-99を見るとなんかやっぱこっちの迫力すごいなって比較すると思いますね。で、顔とかもパズルゲーマーとかファイターゲーマーって、まあ、どっちかっていうとイケメン顔というかかっこいい印象ありましたけど、こっちはねなんかガスマスクっぽくて、まあ、ちょっと悪役っぽいというか、まあ、でもすごく強そうな感じは増しましたよね。あとはもうこの服のデザインがレベル50の時に比べてかなり重厚感があって、この、まあ、ちょっとね垂れ流れた服のデザインも本当にかっこいいですし、本当に強そうですよね。もうねこれパズルゲーマーとかファイターゲーマー LVUR シリーズめっちゃかっこいいと思ってたんですけど、それを超えてきた感じがあります。めっちゃ強そう。で、これに付属する武器ですね。で、これが、付属する武器でパラブレイガンですね。で、パラブレイガンもアックスモードとガンモードがあって、これが今アックスモードですね。こう普通に持たせる感じ、結構この握るところが硬く作られていて、これは商品によってもしかしたら異なるかもしれないですけど、握るところ結構きついのでしっかり遊べますね。これが弱いとね結構ポロってすぐ落ちてしまうので動かしづらかったんですけど、今回すごくここがいい感じです。で、これが、アックスモードで、ガンモードにするにはここを反対に向ければいいということで、こういう感じですね。で、これで
間モードということで2段変形することができます。軟質な作りですけど、ここら辺の造形というか作り込みっていうのはすごい綺麗にされていて、これに色がついたらね、ほんとすごいんでしょうけど、そこら辺は SH フィギュアーズに期待というところですね。いや、めっちゃくちゃかっこいいですね。これ本当にもうこの見ただけでおすすめ。これもね、またストップモーションでやりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、ということでね、かなりちょっとパラドックスに偏った動画になってしまったんですけど、もうこのパーフェクトノックアウトゲーマーの興奮が冷めやらない感じではあるんですけども、随時ね、それぞれの商品をアップしていきたいと思いますので、今日も何本かアップしますので楽しみにしておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、コメント、ぜひともよろしくお願いします。アロハ。